おはようございます、ケンです。今朝もテスラ関連の情報をお届けしていきたいと思います。今朝なんですけれども、アメリカ政府の対応とイーロン・マスクさんへの影響ということで、皆さんもすでにご存知だと思いますが、昨日バイデン大統領が大統領選挙を辞退するというニュースがありました。今日はアメリカ政府のイーロン・マスクさんやテスラへの対応というテーマで、バイデン政権がテスラに対して行ったこと、そしてトランプさんの発言から、トランプさんが大統領になった際の将来展望について見ていきたいと思います。本日も最後までご覧になってみてください。ではまず最初にテスラと GM の比較ということについて見ていきたいと思います。バイデン大統領は過去に GM が業界をリードしていると称賛しました。しかし実際のデータを見ると、これがどれほど事実とかけ離れているかがわかります。バイデン大統領は GM が2035年までに 100% 電動化を目指すという計画を称賛しましたが、現実は実際どうだったのか、これを見ていきたいと思います。まずこちらが2024年第2四半期のデータなんですけれども、この期間では21,930台の EV を販売しています。一方テスラは同じ期間に443,000台の EV を販売しています。この差は圧倒的で、テスラがどれほど業界をリードしているのかがわかると思います。このデータからもわかるように、テスラは現在他の自動車メーカーを大きく引き離している状況です。テスラの革新的な技術と生産能力は他のメーカーとは一線を画しています。興味深いのは、こうした現実にもかかわらず、バイデン政権がテスラを EV サミットに招待しなかったということです。これは連邦政府が特定のメーカーを優遇し、テスラを意図的に無視しているのではないかという懸念を生んでいます。続いて、バイデン政権がテスラとイーロン・マスクさんに対してどのような対応を取ってきたのか、こちらについて見ていきたいと思います。まず注目すべき点は、先ほども少し話しましたが、バイデン政権が開催した EV サミットです。このサミットには多くの自動車メーカーが招待されましたが、テスラは招待されませんでした。この決定は多くの疑問を呼び起こしました。なぜならテスラは電気自動車の分野で最も成功している企業であり、彼らを無視することは不自然だからです。次に政治的ハラスメントです。さらにバイデン政権は連邦機関を使ってテスラとイーロン・マスクさんに対する調査を繰り返し行っています。例えばイーロンさんのツイッター買収に関しても、国家安全保障上の問題として調査が行われました。これらの調査は多くの場合根拠のないものであり、政治的な動機が背後にあると考えられます。そして労働組合との関係です。バイデン大統領がテスラを冷遇する理由の一つに、労働組合との関係があります。バイデン大統領は強い労働組合支持者であり、テスラが非労働組合企業であることが一因となっています。これにより労働組合の影響力が強い GM や他の企業が優遇されているという見方もあります。そしてイーロン・マスクさんへの個人的な攻撃です。バイデン政権はイーロン・マスクさん個人に対しても攻撃的な態度を見せています。例えばバイデン大統領の公式の X アカウントでは、イーロンさんを名指しで批判する投稿がありました。これもまた政権がイーロンさんを敵視している証拠とされています。以上のようにバイデン政権はテスラとイーロン・マスクさんに対して非常に厳しい態度を取ってきました。では次にトランプさんの発言とテスラへの影響について見ていきたいと思います。まずこちらは先日のトランプさんの演説ですが、内容としてはトランプさんはテスラとイーロンさんに対して非常に好意的な発言をしています。彼はテスラの革新性と製造業への貢献を高く評価していて、特にイーロンさんのリーダーシップを称賛しています。トランプさんはテスラが電気自動車のリーダーであり、その成功が他の企業にとっても模範となるべきだと述べています。そしてトランプさんはアメリカ国内の製造業を強化することに強い関心を持っています。彼はテスラのような企業が国内での製造を続けることがアメリカ経済にとって非常に重要であると考えています。特にテスラがアメリカ国内で電気自動車やロケットを製造している点を高く評価しています。政策の違いとしても、トランプ政権とバイデン政権の政策の違いも注目すべき点です。トランプさんは市場の自由競争を重視し、政府の介入を最小限にする方針をとっています。
これはテスラのような企業が自主的に成長し、競争力を高めるために有利な環境を提供することを意味しています。一方、バイデン政権は政府の介入を強化し、特定の企業や労働組合を優遇する政策を取っています。トランプさんは2024年の大統領選挙に向けて、イーロンさんやテスラを支持する姿勢を明確にしています。彼はテスラの成功がアメリカ経済全体にとって有益であると考えていて、トランプさんの政権下でテスラがさらに成長できるように支援することを約束しています。このようにトランプさんの発言と政策はテスラとイーロン・マスクさんにとって非常に有利であることがわかります。彼の製造業重視の姿勢と市場の自由競争を尊重する政策はテスラのさらなる成長と成功を支援すると思います。では最後にトランプさんの発言からもたらす将来展望について見ていきたいと思います。まずは自由競争とテスラの優位性です。まず市場の自由競争の中でテスラは引き続き優位性を保つと思われます。テスラの革新性とコスト削減の努力により電気自動車の価格はますます手頃になり、多くの消費者が選択するようになっていくと思います。EV 税制優遇措置がなくなったとしても、テスラは市場での競争力を維持し続けることが予想されます。次に生産能力の拡大です。テスラは現在、複数のギガファクトリーを世界中に持ち、生産能力を大幅に拡大しています。これにより、さらなるコスト削減と大量生産が可能となり、ますます多くの電気自動車を市場に投入できるようになります。そして技術革新と新製品です。テスラは常に技術革新を追求していて、今後も新しい製品や技術を導入する予定です。例えば完全自動運転技術の開発や新しいバッテリー技術の導入などがあります。これによりテスラの車両はますます魅力的で競争力のあるものとなり、消費者にとっての価値がさらに高まっていくことも予想されます。そして環境への貢献です。テスラのミッションは持続可能なエネルギーへの移行を加速することです。これは単に自動車産業にとどまらず、エネルギー貯蔵やソーラー事業など広範な分野においても展開されています。これによりテスラは環境に対する貢献を続け、持続可能な未来の実現に寄与していくと思います。そしてトランプ政権下での展望としては、もしトランプさんが大統領に再び選出される場合には、テスラにとって非常に有利な環境が整っていくと思われます。トランプさんは製造業の強化と市場の自由競争を重視していて、テスラのような革新的な企業にとっては追い風になると思います。彼の政策はテスラがさらに成長し、アメリカ国内外でのプレゼンスを強化するための支援を提供していくと思います。以上のことからも、トランプさんがもし大統領になったとしたら、テスラの将来は非常に明るいと思います。市場の自由競争の中での優位性、生産能力の拡大、技術革新、環境への貢献、そして潜在的なトランプ政権下での支援によって、テスラは引き続き成長を続けると思います。はい、ということで今日はアメリカ政府の対応とイーロン・マスクさんへの影響について動画を1本作ってみましたけれども、今日の内容に関してはこちらの動画を参考動画として使わせていただいております。今日の内容が少しでも参考になればと思います。はい、ではですね、マーケットチェックをしていきたいと思います。まずダウですけれども、ダウは今日は上昇ですね。4409ドル台を推移中です。ナスダックも今日は大きく上昇ですね。18,017ポイント。S&P500 も今日は上昇です。5565ポイントということで、今日はアメリカ3指数すべて上昇となっております。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラは今日は大きく、ね、伸びてきてますね。250ドル台を回復しています。明日が決算発表になってくるので、決算発表前に一気に上げてきているという状況になっています。はい、そして NVIDIA ですけれども、NVIDIA は今日上昇ですね。123ドル台を推移中です。そして同時ですけれども、同時は結構伸びてきましたね。0.14ドル台まで伸びてきています。はい、そして最後に為替ですけれども、為替は今現在157円の前半を推移中となっています。はい、ということで今日はテスラ株伸びてきていますけれども、すいません、遅くなりましたけれども、先週のアンケートの結果を見ていきたいと思います。先々週なんですけれども、248.23 ドルで終えて、先週は 239.20 ドルで終えていますので、下がるが正解となっています。こちらがアンケートの結果ですけれども、下がると答えられた 22% の方が正解となっています。では実際にコメントいただいた方のね、結果を見ていきたいと思うんですけれども、下がると答えられたこれらの方が正解となっております。この結果から連続正解なんですけれども、なんと4週連続が久しぶりに出ました。キャンパニーダノースさんが久しぶりの4週連続となっております。おめでとうございます。引き続き来週以降も頑張ってください。そして TU さんも3週連続正解中なので、来週期待していますね。はい。
では最後に今日のコメント、こちらを紹介します。今日は BB-YJ2ZS さんのコメントです。はじめまして。私は今まで株やったことなく、これからやってみようかなと考えているところです。将来テスラ株が何倍かに跳ね上がるかもの夢にかけて、とりあえず少しでも買ってみようかと思っています、というコメントです。ありがとうございます。そしてコメントの方もありがとうございます。テスラ株投資をされる場合には、やはり株式投資全般に言えますけれども、その企業が行っている企業活動に関して共感を持てるかどうかっていうのが大きなポイントになってくると思います。ただただ単にテスラ株が将来跳ねると思うからっていう風な感じで投資をするんではなくって、投資をする場合にはテスラをきちんと応援できるかどうか、これが非常に大きなポイントになってくると思います。僕の YouTube をご覧になってもらったら、テスラに関しては大体分かってくると思いますので、ぜひね、僕の YouTube をご覧になってもらって、テスラがどういった企業なのか、どういった取り組みをしているのかというのを知ってもらい、そしてその結果として応援してみたいなと思ったらですね、投資をしていくっていうのはね、非常にいいんではないでしょうか。ただテスラ株に関しては株価の上げ下げがかなりね大きいので、本当にテスラの将来に対して希望を持てると思われる方だけね、やった方がいいかなと思います。そしてテスラ株は上下が激しいと先ほども言いましたけれども、その将来性にかけることができるのならば、下がった時に買う、下がった時に買うという風な感じで投資をしていけばいいんではないかなと思います。そして投資の大前提としては、自己責任で行うっていうのが大前提です。将来その株価がどうなるかっていうのは誰にも分かりません。なので自己責任で行うっていうのが大前提で、もし失敗したとしても自分が悪かったというふうに思える方だけが投資をするべきかなと思います。ということで、僕自身の YouTube をご覧になってもらったら、テスラに関しての情報っていうのはほとんど網羅することができますので、その情報を知ってもらってテスラを応援できると思ったらですね、ぜひテスラの応援ね、一緒にしていきましょう。また何かあればいつでもコメントを送ってください。よろしくお願いします。きっとね、テスラね、気に入ってもらえると思います。めちゃめちゃ面白いですよ。こんな面白い企業ないんじゃないかなと思いますし、こんなに世界のことを考えて取り組んでいる企業もね、ないんじゃないかなと思います。はい、ということで昨日もコメントいただいております。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方をよろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラに関する情報を発信しています。テスラやテスラ株投資をされている方、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。そして今回の動画の内容も参考になったと思われたら、高評価の方をよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日の YouTube 完成した後に X の方を見たら、バイデンさんが大統領選挙を辞退するというニュースがありました。これもう少しね、早かったら僕の YouTube でも昨日の速報としてお届けできたのになと思ったんですけれども、今日はそのバイデン政権がテスラに対してこれまでどういったことをしているのか、こちらについてまとめている動画がありましたので、それをベースに紹介させていただきましたけれども、今日の内容を知ってもらえれば、これからトランプさんが大統領になることによってテスラに一層期待が持てるんじゃないかなとも思います。今日の動画の内容が少しでも参考になればと思います。はい、では今日もですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしになってください。ではまた。